っしょっと。おかえり。はい、次は聞きました。死後はお疲れ様です。おかえりなさい。次枠30分で終わりすんね。30分で終わりすんね。お風呂入った。シャワー浴びたよ。シャワー浴びた。はい、シャワー浴びました。30分で終わりします。こんばんは。あのお茶バッグいつでも投げれるんでよろしくお願いします。本当ですか？うん、本当に。俺も配信終わった後寝ないけど、ああソーセージ食わってかソーセージまず腹減ったし、ソーセージおかえりなさい。配信終わった後曲作りやろっかな。ああ曲作りかブロマガとかやろう。ウインナー食べるよ。ああシャワーです。ノーザンウインナーおやすみなさい。ソーセージ食べる。ソーセージうん、おせ31時間。絶対やんない、やんない。喉はすっかりいい感じ。ああ全然もう風邪ひいてないよ。大丈夫っす。来たばっかりけど忘れなさい。なんか今日若い。あー天鎮、何天鎮って、あで連鎮ね。精神薬ありがとうございます。いや30分で、30分ぐらいで終わりする。30分ぐらいで終わりする。精神薬ありがとうございます。ありがとうございます。ソーセージ配信外で食べるんだ。今食べてもいいけど、お茶ばっかりです。今食べてもいいよ。お茶ばっかりです。今食べてもいいよ。今食べてもいいけど、ちょっと待たせるよ、みんなのこと。はい、みんなのこと待たせるよ。うん、でもまあ1分間だからね。レンチンね、電チンね、待つ。精神薬ありがとうございます。投げてますよ。ありがとうございます。30分くらい、2時間待つ。ほんと、いやでもまあ1分だからね、すぐできる。1分。てか俺ションベンも行きたいし、ちょっと待ってて。うん、ションベンも行きたいし、ちょっとおやすみなさい。うん、ションベンも行きたいし、ちょっと待ってて。お茶ばっかりでございます。ションベンも行きたいし、放尿配信、はい、放尿配信します。ちょっと、チングのライブ映像でも見てて。ションベンと、あと、ションベン行ってる間にレンチン、ションベンとレンチンしたいから、ちょっとなんか見て、動画でも流しとか。私もトイレ行こう。ピエン、ああ、そうトイレ行ってない。パラサイト見ました。パラサイトイブ。パラサイトって何？パラサイトイブしか知んないよ。最近お前らさ、あの IT とかさ、イットとかさ、なんかそういうホラー映画みたいなのやっぱ流行ってんだな。パラサイトも明らかにさ、あれさ、ホラー映画でしょ。お茶ばっかりでございます。ウインナー食べます。はい。うん、俺映画なんか、いや映画界ほんと風立ちぬ以来行ってないからね。風立ちぬ以来だから俺多分3年間ぐらい映画界行ってないからね。ちょっと映画館そろそろほんと行きたいな。はい、脳みそ懐かしいホラー、パラサイトイブ、ウォーキンデッド今更 見出したよね。誰が、俺が、俺見てないよ。こんばんは。風立ちぬ以来映画界行ってない。 IT 好き、ネットフリックスも見ないの。アマゾンプライム、のこさんこんばんは、こんばんは。ジョーカー見れなかった。ジョーカーだからもうすぐアマゾンプライムとかテレビとかでやるだろう。うん、それで見るわ。はい。行ってみたら映画良いですね。ね、映画館ね、映画館行きたい久々に。ラストレター、BGM がいい。ああ、BGM、これハインズ。ハインズってバンド。映画の話はなくなるぞ。いや、ちょ、俺ちょんべん行ってくるから。うん。犬鳴き村、行ってらっしゃいませ。アントラム見てみますかね。知らねえよ、だから。映画なら知らねえ。アントラムってなんだよ、それよ。なあ。スーパーマリオのキャラクターかよ。テレビでは絶対やらん。何か、ポップコーンもチュリトスもうまいね。あ、もうアマゾンに行って、申請感謝初見です。あ、よろしくお願いします。先トイレ行ってきて。あ、だからトイレと、あの、これ、ウィンナーをやってくるから、ね、その間に、エアガンでポップコーンだ。エアガンで寝るのが好き。見ろや。すごい贅沢してんなお前。映画館入って寝るだけなんだ。イオンの株主、それはちょっと待って、
なんかチングの動画、ライブ映像その間、あのね、見といてください。なんかねえかな、適当に。ライブ映像。お気遣いありがとう。やっぱ結構配信動画とかもレイクかな、見てないやつってなんかチングのライブ映像見てなんか配信でさ流してるやついっぱいあるんだけどね。これを伝えに来ました。あ、そうなんだ、巨人のやつを歌って。あ、そうなんだ、偶然ね。嬉しいわ。あ、これ流そう。チングのやつじゃねえけど、これ懐かしいな。てか OS 宇宙人の大亀亀ちゃんと OS 宇宙人、これ俺も見ていけどね、これいつの。じゃあちょっとね、これ見といて、これ見といて。あー、これいつのボーカル俺じゃないやつ、これ超懐かしいんだけど、これ多分10年前だよ、10年前のライブで、多分10年前とか。何気に好き、皆さんこんばんは。いや、ちょっと、はい、あ、ちょっと俺止まってない、え、どうしたこれ、待って、なんで俺止まってんのあれ、ウェブカメが壊れた、ちょっとウェブカメぶっ壊れたのかな、これ。え、なんで俺止まってんのこれ、ウェブカメが壊れたのかな、めんどくせえ、ちょっと待ってめんどくせえ、こっち使うか。なんかウェブカメたまに調子悪いんだよ、ウェブカメ。なんか接触がさたまにさ悪いとさ、さっきみたいになる。ちょっとこれは止まってる俺で、じゃあ行ってきます。ワイプはちょっとね、ワイプの方のウェブカメはいや、なんか接触がもう悪いんだよ、年季入ってて。ウェブカメも買わねえとな。まあとりあえず行ってきます。トイレとあのね、ソーセージ温めてきます。皆さんこんばんは、盛り上がってますか、まだまだ体力ありますか、ありがとうございます。エリオかまってちゃんです、よろしくお願いします。マジで懐かしいな。今レンチンしてます。美佐子さん何これ、あ、マドカマギカのコスプレ、マドマギ
客しらけてね。いやそんなことないよ。俺は頑張ってるな。まあだからこれ埼玉アニサマん時もそうだったんだけどさ、オタクファンはうんざりですよ。オタクファンは俺のパフォーマンスにうんざり。いやトイレ行ってよ。逆に疲れが俺の動きにうんざり。よし、ソーセージもできました。よっしゃ、温度差すごいよ。でもこれまあ別に悪くないよな、ライブ映像として。まあ俺が下手くそに、ひでえな、ついていけてね、こっちに。けどこれ初披露とかじゃなかった？初披露じゃねえか。タバコ吸ってる？わかんない、オタが疲れてる。え、これ初披露ぐらいの時じゃなかったっけ、 OS 宇宙人とか。なんかあんまりライブ初披露みたいな、なんかそんな気したけど、そんな記憶があるけど違う。 OS 宇宙人ライブ初披露。あ、靴懐かしい、コンバース。これこの靴好きだったんだ。コンバースのこの靴を超好きだったの。なんかどっか行っちゃったんだ。どっか行った。あれさ、ま、ちなみにさ、窓マギってさ、この2010年ってやってねえだろ。やってたっけ？中途半端な方向、中途半端な雄たけびを。あ、2011年、終わった。靴ね。え、これ窓マギのコスプレじゃないじゃん、美佐子さん。2010、まあ、わかんねえ。窓マギが2011年ってこと。あ、これ2011年のライブか。まあいろんな、みんながみんなボロクソ叩かれてんだな。メンバーみんなコメントで。俺そんな叩かれてんだ。俺そんな叩かれてんだ。でもまあ実際やっぱ埼玉スーパーアリーナとか大ブーイング、大ブーイングだったかんね、埼玉スーパーアリーナ。のこニコ生やってる姿を最初に見たので、その時は丁寧だと思って見下してたし、好きじゃなかったんだよね。ただこの歌の原曲者だって知ってから一気に興味を持ち、今では普通に好きになってしまったよ。こいつクソだな、こいつクソだな。いや、ありがたいけど、丁寧を見下してたし好きじゃなかった。こいつさ、人間としてちょっとクソだろ。まあ今では好きになってしまった。ねえ、いやなんかこいつクソだよな。スルメイカ。まあ素直だけど。なるほどね。でももう昔のコメントが、ああ今からね、
7年前だ。8年前か。まあいいや、ちょっとルルちゃん行くわ。カス。いやいや、でもまあ本当おね、やっぱね、あのおお大亀明日香さんのやっぱあのファンから、ファンとかからしたらね、そう、声優オタからしたらめちゃくちゃぶったたかれたからね当時。うん、いや当時そんな感じ。見下してたまれ大ブーミー、異業じゃない、いや出来になってないといいけどね、出来になって嫌じゃん。140万回再生、あ、いってんね、ほんと。え、100、あ、うん、だから先週だっけ見たの、120万回再生からに、だから1週間で20万回再生だから、まあちょっとけど落ち着いたんじゃない、また増えてるけど。逆境、まあまあ俺がいけないんだけど、ワイプずっと静止画、ワイプってかいらくない、ちょっとわ、俺あれワイ、あれワイ、あ、これじゃねえ、こっちか、こっちだ、まあ、はい、あの今ちょっとワイプはちょっと我慢して、はい、今これもうションベンにも行ったし、あのソーセージももう焼けてるんだけど、ちょっとワイプちょっとね、あ、うん、でできた、はい、うん、顔なんなんだって、何がそんな面白い顔してねえだろそこまで。ちょっと待って、じゃあルルちゃん自殺配信ね、ちょっとプロジェクトの状況を一目で、そしてリアルタイムで把握します。プロジェクト計画をワンクリックで作成します。複数のプロジェクトの全体像を把握します。リアルタイムで更新し、依存関係、ソーセージつくし、あのあったかいうちですし、あ、これちょっと待って、コメント新しい順に、レストインピース。やっぱ相変わらずこれあるな、リップロロちゃんとか、あのレストインピース略してリップとかさ、相変わらずあんな英語で、うん、2時間前、新しい順でも英語ですね、誰の間で出たね、 RIP ね、レストインピース、どうやもな、うん、電波時代ロックソング、俺やっぱ電波曲作るの得意なんだろうな、ありがとうございますトマトくんね、うん、かまってちゃんもこんな曲を作れるようになったんだな、曲調変わっても何言ってんだよ、昔から作ってたってこの野郎な、こんな曲も作れるようになったんだっておかしくね、嘘でしょ、曲調変わってもって変わってねえだろな、昔から俺こういう曲書いてるだろな、まあいいや、ありがとうございます。歌ってうまければよかったよまたこれ言われてんだ、俺のボーカルが下手くそってコメントで別にボーカルが下手くそっていうか、だからボイチェンがダメなんだろなあ、ボイチェンがダメなんだろ、別に下手くそではないだろ絶対、うん、こいつ頭おかしいのかの子やばいよね、伸びえぐい、1かまってちゃんはナンバーワンだよね、ビリー・アイリッシュのアイコン使ってよ、フォックスくん頭がおかしいね、なんだこれ、プリーズカムコールミーアップル、何このめんどくさそうなコメントタコイトク、すみません、もしコメントの管理をされている方がいて私の演習に問題があるのであれば悪い点を教えていただけないでしょうか自分のコメントが割と上の方に乗ってしまって、海外の方への返信をしたいと思っており、また一番としかまちゃんに興味を返信をしていたつもりなんかない、結構ない、このコメント、俺ツイッターのさ、YouTube のさコメント欄のシステムが分かんねえんだけどさ、え、なんか管理人とかいるわけ、コメントの、え、コメントの管理人とかっているの、なんかすげえ、なんかコメントしてる連中でなんかすげえ対立なってんじゃん俺今怖いのね、深刻、なんか怖いことになってんじゃん、いや、この人もこの人で、なんか、俺も全部読んでないけど、
ね、かまってちゃんに興味を持っていただけるように返信をしていたつもりです。でもなんかいろいろあったのかな。え、米戦争が起きてるの。ああ、なんかそ、なんかわかんねえ。え、管理人とかって別に いないだろ、これ公式の MV だし。え、管理人ってね、このさ、ルーチャーズ殺害師のこの公式 MV のコメント欄を牛耳ってるね、お猿の、いや、お猿の大将みてえなやつがいるってことな。あ、お猿の大将みてえなやつがいるってこと、このコメント欄にどういうこと。事務所じゃなくて、いや事務所はそんなにしてねえだろ。ウプ主が管理できる、どういうこと。よくわかんねえ、よくわかんねえ。ウプ主ってなんか事務所だよ。で、管理してねえだろ。ワーナーがこれ上げてるやつだけど、ワーナーがそんなにやってねえと思うけどな。やってんの？ずやってないと思うよ。かまってチャンネルだろ。かまってちゃ、よくわかんないけど、うちのスタッフやってないと思うけどな。モデレーターつけてない。モデレーターってなんだよ。モデレーターってなんだよ、その潜水艦。なんか操縦しそうなやつ。お前ら業界用語使うな。なんか、俺わかんねえ、ほんとに。YouTube、これじゃないか。あ、どういうことね。ありがとう。まあいや。まあとりあえず英語のコメントもいっぱいね、ありがとうございますわ。なんか歌ってる人クレヨンしんちゃんっぽいなと思って、ありがとうございます。意味不明なこと言ってんだよ。どうなの？こんばんは。AI みたいな。わからん。潜水、詳しい人。うわ、こう、みんなもわかんないでしょ。海外の方に伝わるようにコメントしてるけど表示されないみたいな感じですかね。ちょ、わかんない。有志で配信とかのコメ欄をチェックして嵐と排除する人だよ。え？あ、なの、配信、YouTube 配信とかコメ欄をチェックして嵐を排除する人が、何、いるってこと？いるってこと？あ、いるのであればってさっきコメントあった。だから、いないと思うけどね。うちの事務所とかそんな、絶対やってないと思うし、そんなめんどくせえこと。米管理する人なんていないと思うよ。うちのスタッフもやってないと思うよ。まあとりあえず皆さんね、英語のコメントもしっかりありがとうございます。はい、あんまり別にボーカル悲観されてねえじゃねえか。じゃあちょっと見るか。ボランティアでやってる人がいるのか。そんな人がいるんだな。いるの？いないと思うよ。もう知らん、もう知らん。とりあえずいないっしょ、いないっしょ。そんなコメント欄でさね、俺はここのね管理人だみたいに名乗ってるやつガール2の歌詞書いたら消されるみたいな声見たよ。あ、そうなの？それはあれじゃない、事務所のやつがやってんじゃない。事務所のうちのスタッフとかが誰だってか分かんない、マジで。あのワーナーのチャンネルから上がってるやつだったらワーナースタッフがやってるし、それ以外はうちパイプと、いや俺ちょ本当に分かんない、本当分かんないんだよ。変なコメントは消されるシステムがあるらしいです。あ、それさっき言った AI で、 AI で、あのコンピューターくんが、ロボットが変なコメントあったら消すっていう機能があんの、自動で。え、それってコンピューターくんちゃんとしてんのかよな。コンピューターくんちゃんとしてると思わないけどな。そんなあっていいの？あ、でも最近 YouTube でさ、あの江頭がさ始めたじゃん。江頭がさ始めてさ、 YouTube ね、こっちはね、江頭がさ YouTube でさ始めてさ、それでさ江頭さ乳首隠してんだよ。ツイキャスと一緒で、 YouTube ってあのツイキャスと一緒で、男の乳首もあのロボットが判定して乳首バンになるんだって。 YouTube もそのロボットがなんかね、 YouTube も判定、ツイキャスもそうなんだけど、ロボットがねなんか選別するらしいんだけど、検問激しいよ。そう、ツイキャスもそうなんだよ。ロボットをやってんだって。そうそうそう。エガチャンネル、エガちゃん、エガシラのやつ見てるよ、俺。面白いじゃん。YouTube。エガシラのやつ、すごいよね。あれ、俺面白いと思うよ。めっちゃ面白かった。そうなんだ。ね、肌色多くてをバン。どういうこと？肌色多くてもって。のこさん気をつけて、チクイポリス。俺気をつけてるよ。見てるんだ。ロボット忙しい。そうなんだ。だからコメント欄もそれと同じで、YouTube のロボットくんがね、ロボットくんがコメント欄も、こいつはなんかね、ボーカル下手くそだとか言ってるぞってロボットくんが言ったら全部消されてんじゃない、コメント。今だって全然コメントなかったじゃん、俺のボーカル下手くそって。機械の判断なんだ。エガちゃん好き。今日 YouTube で近く見た。だからそれロボットが判断してるから、大丈夫な時大丈夫なんだよ。
ロボットの都合、男女関係なく NG だね。そうだよ、男女関係なく NG。 だからコメントもそういったなんかポリスがいるんだろう。コメントポリスが、ロボットポリスが、知らん知らん。そうなんだね。まあ、とりあえずルーちゃん自殺配信ね、今140万回再生ありがとうございます。ちょっと見ますわ。はい、一応ね 見ます。そうなの、ソーセージ食べてないよ。今もう冷めそうなってるよ。教育目的だと大丈夫って聞いて、あ、そうなんだ。ええ、まあ、いや、ゴリラとかの乳首どうなるんだ。いや、ゴリラはさ、ゴリラはさ、やっぱさ、チンパンジーとかゴリラはさ、まあ、確かにな、人間に近いか、あのやつらな。なんかポプラ君とかさいるじゃん、頭がいいゴリラとかさ、チンパンジーとか。まあいいや、おはようございます。アップルの人に聞いた時、裸とタバコは赤みたいなことを言ってた。あ、そうなんだ。タバコもダメなの？タバコもダメなの YouTube？ 嘘でしょ、さすがにそんなことないっしょ、タバコダメって YouTube。 そんなんなってんの？嘘だろ。タバコダメだってそんなんないだろ、マジかよ。差別じゃん、ウインナー食べてゴリラの乳首って見えたっけ。なんか凝視すれば見れるだろ、ゴリラの乳首あるから。YouTube そんな厳しくなってんの？でもどんどん厳しそう、どんどん厳しくなってんのは俺もね、風の噂で知ってるけどさ、 YouTube がどんどん厳しくなってるってのは。まあいいや、まあ俺関係ねえからいいや。これさ、ツイキャスがさ、そんななんか、その YouTube と同じようにタバコ NG になったらさ、やばくね？まあその時は我慢して吸わないけど、やばくないね。ツイキャスもあのさ、生配信でタバコ禁止になったやばい。最近なに、生配信でタバコ禁止になったって、それ YouTube？YouTube ライブ？ツイキャスでそんなんなったら、いや俺マジでタバコ吸えなくなっちゃうじゃんね。タバコ吸いたくなってきた。ピンチだね。いや、わかんない、ありえない話でもないかんね。最近マジで俺らね、犯罪者みたいな扱いだからね、タバコ犯罪扱い。そう、酒もダメになったり、嘘でしょ、精神薬ありがとうございます。でもさ、酒がダメになるってのは、あ、酒でやっぱ暴れてんじゃんみんな。そっちの方がまだね、なんかあーってなんかわかる。酒で暴言吐いたりとか、なんか家燃やしたりとか、酒の方がまだあーってわかるけど、酒禁止ってのは、酒禁止になっても辛いわね。それこそね、酒禁止とかタバコ禁止とかクリーンね、精神薬とかも飲んじゃダメとか。それは飲んじゃダメだわ精神薬はダメだわ精神薬は確かダメでしょ。精神薬ってなんか配信中に飲んだら、なんかニコ生とかなんかバンになんなかったっけ、あれ。ニコ生って配信中に精神薬飲んだら。おはようございます。酒とタバコ取り上げられちゃう、収益化できない。まあいいや。お酒ダメ。お酒飲んでるもんね。キャスは割と厳しいね。家もや、なんかいいけど、やっぱ酒の影響でなんかあるじゃん。なんかやっぱさ、配信者が暴れたりとか。いやでもなんかそんなけどさ、今後さ、別にあっても不思議じゃないと思っちゃう。酒、ね、配信中酒だ、なんか禁止とか、タバコとかでも。全然なんか不思議じゃねえわ。まあ YouTube はそんな感じなんだけど、へぇ、俺じゃあもう YouTube の世界ダメじゃん。薬ダメなんだ、確かね。映画もアニメでもタバコ厳しいもんね。いやー、なんだよそれさ。タイマー、映画とか作品だったらいいだろ。タイマーOKな国にいる YouTuber タイマスってレビューみたいな動画あるよ。あ、そうなんだ、それ見たことない。暴れるのはなりそう、なんでもかんでも厳しい。まあいいや、はい。どんどん厳しくなりますね、肩身線あってもね。どんどん肩身が狭くなるわな。もうだって今年オリンピックでさ、あのさ、東京は、あの全部禁煙だからね。東京は都心は、東京都心は全部禁煙。こんな世の中ポイズン、タバコとか飴とか買える、作品なね、作品なら全然いいじゃん。見ないの、見ないよ、見るわけねえじゃんこんな。ルーちゃんって人たち見ないよ。お行儀よく配信しなくちゃな、規制ばっかね、全部禁煙だ。都内そうじゃん、都内ガチでさ、もう全部禁煙とかじゃん、なるんだよね都内は。ほとんど全部禁煙でしょ、都内。マジ、確か全部禁煙だった気する。喫煙所は確かなくなるみたいなことを見たけど、外の喫煙所なくなるの分からん。でも大体けど、あの禁煙になる。はい、ここはシガレットですって言えば、まあそれが別に東京以外もなんのか知らないけど、なるよ喫煙所は。4月から居酒屋も禁煙らしい。え、
居酒屋もダメなんだやっぱ。ああ、どこでタバコ吸うのよ。家、ここ、アイコスでしょ。ね、どこで吸うんじゃん。だから家、規制。だから家でもなんか奥さんとかいる人とかだったら、ね、あんた死になさいよって、何タバコ吸ってんのって言われたらもう居場所ない。もう無理よ。もう無理ですよ。ね、ベランダとかでもダメだろ。ベランダとかもさってさ、あれじゃん、あの隣人が怒るとかさ、隣人問題、ね、近所とさ揉めるとかさ、それでさ、ね、ベランダでさタバコ吸ってさ隣人と揉めるとかさ、だからもう居場所ねえよ。喫煙者に人権 なさすぎる。人権なんかないんだよもうないんだって、もうとっくに俺たちに人権なんかないんだよ。俺はもう知っとるわ。俺はもう気づいてるよ。犯罪者みたいな扱いされてるなってね、ここ数年。サラリーマンみんなビルの陰で吸ってるよ。まあ、隠れてバレなきゃね。隠れてね、ビルの陰で吸ってるよって、その喫煙所だったらね。100があって1位なしってやつ。ベランダ隣から匂ってくるんだよね。だからそう、お前みたいなやつ夜中だからさ、いっぱいいるからさ。そうそう、ベランダでもだからさ、そうそう、そういった苦情があったり、どこで吸えばいいのって、だから家だよ。家、まあだから家だよ、家で。うん。だからね、奥さんとか旦那さんとかにお前臭いって言われたら、ね、ヘッドロックかますしかないだろ。なあ、ヘッドロックかまして失神させて、その間に吸う。のこさんも感じてんだ。ずっと俺ずっと配信で言ってんじゃん。犯罪者扱いされてるって。犯罪者みたいな。だから俺もさ、タバコ吸ってなかったらさ、もっとファン増えてんだよ。って、すら思ってる。うん。ぶっちゃけリアルな人数30人ぐらい増えたんじゃない？俺タバコ吸ってなかったら、この配信で。配信でいつもタバコ吸うじゃん。ね、これでさ、あ、この人タバコ吸うやつの曲なんかさ、くせえし。ヤニカスの曲とか、うわ、曲ちょっと好きだったんだけど、ヤニカスかこいつって、くせえじゃんだったら曲。曲くせえから聴きたくねえって。そんなん俺いると思うぜ。そういうなんかマジで差別みたいな。うん、その喫煙者に対するさ、そんなんで減るファンはいらないと思う。まあそうだけどね。そんなやつおるか。いや、いるんじゃない？やっぱそんだけ潔癖な人は、その喫煙者に対して、なんかもう潔癖ある人は。いや、マジで、マジで俺いると思うよ。そんな人いても全然不思議じゃない。全然不思議じゃないよ。そんな、いや、全然俺、そんないのって言うけど、俺全然不思議じゃないよ。そんないても。昔は喫煙者に憧れる若者が多かったのにね。え？さあ、そういうな。尾崎豊とか盗んだバイク乗ったりとかに憧れたりとか、まあそんなん駆逐されてよかったよな。ああ、そのドキュン文化に憧れるとかくだらねえ。何歳から吸ってる？俺だって中学生だよ、初めて吸ったの。中学生で初めて吸って、全然高校やめてからも吸ってたし、酒だって飲んだもん。ルーちゃん待ち、俺ふかしてるだけ。そうふかしてるだけだから、別にいつでもや、昔からふかしてるだけだからいつでもやめれる。ルルちゃん流すね、ごめんね。じゃあちょっと、じゃあ今140万回再生ね、いってる。ルルちゃん雑談しちゃいきます。はい、けど本当これね、またいつかアニメーション MV できたらいいな。アニメーション MV またね、ラビットマシンとできたらいいな。画質がいい、ええ、かわいい。やこれクオリティ相当高え。もっとの再生数伸びると思うけど、ちょっともう落ち着いてるし。結局まあ最初だけだったな、バズった。でもまあ十分でしょ。俺は全然十分だよ。アニメ正解でしたね。ね、またできたらいいね。また見たい。滝のような涙でね、演出素晴らしい。美味しいって食ってねえやん。TBK、 ヘポコのアニメ、いやちょっと俺今年だからアルバム出そうと考えて、あ、おちょばくらいざんす。アルバム出そうと考えてないから、まあわかんないけどね。
まあミニアルバム、フルアルバム、いやちょっと後でこの話もする、後でこの話もする。すごい、これで新生母ちゃん好きになりました。あ、だからね、うん、やっぱこれで好きになった人多いよね。リスナー数も増えたしさ、ツイッターのフォロワー数も増えたし、ありがとうございます、よろしくお願いします。何度見ても新しい発見がある。食べな、見ながら食べたよね。あ、そう、食べる、本当お腹すいた。この MV で変わっちゃった、ルールアルバム、すごい。チャネリンがちょっとちょべりくなわけねえだろ、そんな死を使うわけねえだろな、そんなさ、昔のヤマンバがさ使ってるような言葉、チョベリグとかよ。やっぱ今年すごいよ、ね、今年、ああ出だしね、出だしはね、出だしは良かった、まあ、これからね、これからこれから、いろいろアニメのタイプあるといいね、新曲でなー、またね、そういうのあるといいね。じゃがバタ食べてね、こうなる夢が好きでさ、いやいいよなこれな、手ぶれがええもん。サンダーキャッツってけどなんか始まったんじゃない、俺なんかツイッターでリプレイ画像回ってきたよ、俺けどさスタッフから聞いてねえんだよ、え、サンダーキャッツって始まってジャガバタ売ってるよ、うん、俺昨日も買ったよセブンイレブン、今年もたくさん、え、サンダーキャッツって始まってる、ディズニーか、チョビリック、いろんなルート、ルーちゃん左利き、知らねえ、左利きじゃない、左利き、ジャガバタなかった、よく見たんだけど、サンダーキャッツ、いやお前らは知ってるっしょ、あ、いや予告だけか、だからまだやってないじゃん、予告だけだったらまだやってないと思うよ、うん、予告だけでしょ今のところ、うん、予告だけだったらまだやってないっす。はい。はい、ルーちゃん、じゃあ最初、ありがとうね。しょ。じゃあもうそろそろ食って終わりするよ。ワーナーシネは終わったということ。あ、歌詞か。あ、歌詞じゃねえか。あれか。ツイッターか。いや、それは、うん。仕事終わって帰ってきたら、あ、はい。お疲れ様です。ね、こうシャウエッセン、ちょっとソーセージ召し上がってとか、もう終わりするよ配信。あー、猫なさ、俺ね、あ、だからさっきも話しかけたけど、うまいって食ってねえよまだ。俺ソーセージ食うのマジ久々だかんね。うん、何年ぶりかわかんない、うん、何年ぶりか、けどスーパーとかコンビニでなんかいつか買った気するけど、ちょっと久々に食うとりあえずソーセージしなしな、うまいってだから冷めてねえ、まだそんな冷めてないっす、はい、うまいよこの時間にね。じゃあだいたい俺やっぱ深夜とかいつも食べてっから、深夜とかにやっぱさ、ここにね、プリッツとかさ、お菓子とかさ、カップラーメンとかさ、結構俺もなんか食ってるよ、なんだかんだ中で僕食べてますよ。やっぱ、カップラーメンも食べてるし。なんか食べてるわよ。なんもつけないの。ケチャップないんだもん。いや、腹減った。食レポしてみて。ん？なんか、ウインナーだな。うん、ウインナー。やっぱ美味しいね。久々に食うとウインナーって。この時間の、腹減ってる時のウインナー、特別に美味しいな。これな。久々に食ったわ。はあ、食べてる。うめえな。レポートじゃん。昼前に起きるのね。シャウエッセンは美味しいや、これ。のこさん細くない？細いよ。全然体重ないよ。ほら、シャウエッセン。あ、特にはそうなんだ。うまい。マジでうめ。全部食べれるの？
いや、お腹空いてるから全部食べれるよ。うん。全部。なんて細いんですか。あ、食ってないから。うん。一日一食。一日一食すら食ってない時ある。俺だからほとんどお菓子なの、メインが。うん、生活。全然食ってないから体重ないの。これ夕飯？いや、夕飯とかじゃなくて、久々に俺食って。お菓子以外。あ、でもカップラーメンとか普段食ってっけど。全然小食ですよ。それは今日の初飯当たり前じゃん。だって俺夜の8時に起きたからね。夜の8時に起きて配信始めてだから。完食に続く完食。お菓子、お菓子ばっか、お菓子はめっちゃ食ってるね。あとカップラーメンも何だかやっぱ食ってる。ペヤングとかさ。うん、焼きそば食ってるよ。おにぎりくらい握れよってないわ。おにぎりくらい握れよってないか、おばあちゃんかよ。なあ。俺なんで俺がおにぎり握るんだよ。病気になる。コンビニでおにぎり買わないな、最近は。お米ね。あ、お米けどたまに、砂糖のご飯あるから、うん、お米食べたりしてるよ、たまに。お茶漬けとかさ。最近お茶漬けにハマってんだよ。だからなんだかんだ、俺は、なあ、握ったら俺寿司屋かよ。握んねえよ。俺が握ったらそれだけだよ。それは笑えるだろ。配信するわ。配信するわ、そんな俺が握るんだったら。握る配信するよ。野菜がね、そう。野菜がね。そう、野菜なんだよ。そう、野菜。最近いつ野菜食べた？わかんない。多分ツアー中かどっかわかんない。サイゼリア？違う、去年。去年のいつか。野菜を食べてるって時に、だから、トマトのモッツァレラチーズ。サイゼリアにある。うん、あんまないよ。あ、でも、どうだろう。あとは、一人で居酒屋行くときとか、もあるから、そのとき食ってっかな、野菜。野菜、トマトとかは好きだから、頼んだりしてっかな。プチトマト、なんかトマト、一人で居酒屋行ったりとか。でも野菜、まあまあ、でもそんな、やっぱ食ってない。料理配信してみて。ああ、面白いと思うよ。チーズ食いたい、スナップ。じゃがいも食べてるから野菜食べてるよ。あ、なるほどね。じゃがいもって野菜なんだ。あれ穀物でしょ。あれ野菜ってのは穀物。カルシウムとかビタミン C とか入ってないよ、じゃがいもによ。じゃがいもなんて、芋だから、ね、タンパク質しかねえだろ。な。コンビニのサラダも買えなよ。あのね、昔はサラダ買ったんだよね、セブンイレブンのさ、レタスとかさ、ね、出来上がって、もう切れてるレタスとか。そのさ、袋で、パック袋で売ってんじゃん、スーパーとかにもさ。昔それはま、一位かハマってて、その中にシーザードレッシング入れて、カシャ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 ってやって、あれ美味しいんだよね。久々に食べよっかな。昔はね、そう、そういうの食ったな。昔ってその、ほんと20代の頃ね。30過ぎてから食ってないかも、それ。シーザー、セブンのシーザーサラダ美味しい。ああ、そう、セブンのシーザーサラダも食った、昔。てか俺、配信でも食ってなかった。何年か前まで俺食ってたよね。セブンイレブンのシーザーサラダとかさ。うまいやつ。牛乳とか飲んで。あ、牛乳飲んでるよ。野菜スティックで。まあ野菜、だから最近はほんと野菜食べてない。ああ。うん、最近食べない。わからん。でも何も問題ないよ。でも俺は野菜食べてないけど、何も問題ないよ。うん、配信でも食べたっしょ。お魚さんに、ない。魚？魚か。そういえば、コールスローとか、コールスロー。まあ、いや、とりあえず、たまにしか。うん。ケンさんや。ああ。ふらふらしない。うん。まあ、免疫力が落ちてる気はするけどな。なんかな。免疫力が。コンビニではテープ、これは、だから俺、普通にね、病気だから。これはマジで、病気だから。これ本当に何もしないよ、これ。俺絶対こうなっちゃう。プル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 って。手が震えちゃう。意外とくちゃら。昔よりマシになったよな、俺な。くちゃら。昔の方がひどかったよね、くちゃら、俺。こんな、だって、最近割れないじゃん。
昔毎回なんか食べるたんびにさ、くちゃらくちゃらって言われたけどさ、最近はなんか治ったんじゃない？アル中なの？うん、アル中だよ。これハインズ、今流してる曲、ハインズってバンド、自律神経から、わざとじゃん、服で拭いてるでしょ、当たり前だろ。お前どんだけさ、スネオじゃねえわ、静香ちゃんなんで潔癖症すぎるよな。服で拭くなんて当たり前だろな。今も十分くちゃらーだわ。まあ喋ってっかんね、俺。だから配信中ってくちゃらーになるよ。うん、もはやもう気な、じゃあこうやってコメント読みながらさ、こんな風にさ食べてるからさ、くちゃらーに誰でもなんだろな。こうやって喋りながらさ、当たり前ない。うん、高いからシミになるよ。いいよ、別にいいじゃん、それは。これ全然別にいいと思ってんだけど、シミができても全然構わん。ああ、口開けて食べてるよね。で、分かるでしょ、あった、確かに。ちょっとそろそろ配信終わろっかな。うん、配信そろそろ、あのお茶爆だけ、いつでもお茶、今なんかいつまでか知んないけど、いつでもお茶爆投げれるから、はい、お茶爆だけ最後にもらってね。いつまでなんだこれ。いつでもお茶爆投げれます。今でも投げれます。はい、もっと話して口気持ちよくなろうぜ。何言ってんだお前、気持ち悪いな。もっと話して口気持ちよくなろうぜって何それ。でも残さは普通に食べれるじゃん。食べれるよ、普通にも。うん、普通にってなんだよ。どういうこと？あー、だからくちゃくちゃらしないようにみたいな。いや、わからん。うん、でも俺な、もう昔より治ったと思ってる。お疲れ様。もらう気はまずお疲れ様。うん、まあまたけど配信するから。うん、だっていつでも投げれるからさ、お茶バッグの日がたい。楽しかった、ありがとうございます。お疲れ様です。あと俺さ、さっき言いかけたけど、アルバムやっぱさ、なんかね、出そうか、出さまいか。まあ、ほんと出そうと思ってないんだよ、今年は。でもってさ、まあ、仮にね、今年ミニアルバム。あ、お茶爆ありがとうございます。仮に今年ね、ミニアルバム。まあまあ、フルアルバムは絶対出さない。仮にだよ、ミニアルバムとか、EP とか出す、とするのして、仮にね。って話で俺は、事務所の人に聞いたの。LINE で。LINE でちょっと聞いたの。何を聞いたかっつうと、ミニアルバムを出しても、だから今回のルーちゃん自殺配信みたいな、ルーちゃん自殺配信の今回のアニメーション MV を作れますか？聞いたわけよ。うん、この前も俺配信で話したじゃん。また改めて聞いたの。うん。で、聞いて、ミニアルバムでもさ、そう。こう、予算出るのって、金出るのって、事務所から予算出るのって、金が出るのって、あとアレンジャーさんとか頼みたいし、次のアルバムのアレンジャーね、今回ルーちゃん雑配信のディレイ、アレンジャーの人に頼んで素晴らしい仕上がりにしてくれたんだけど、次もアレンジャーの人を頼みたいし、それいろんなこと含めて予算をね、出せんのがてめえらと、事務所がってことを聞いたの。なんでミニアルバムだったらって話なんだけど、あのね、フルアルバムを出すのと、ミニアルバムを出すのって、事務所が、ワーナーが出してくれるお金の量って違うって言われて、違うのよ。フルアルバムを出すのと。それ、ちなみにミニアルバムってだいたい7曲ぐらい。7曲ぐらい。でもってフルアルバムは10曲から。うん。10曲から。フルアルバムは10曲から。ミニアルバムは7曲から。うん。そうそうそう。だからさ、そう、配信やってます。とりあえず、そう考えちゃうと俺で、そういう理由も多分あるんだよ。去年とかさ、自動カルテをミニアルバムじゃなくてフルアルバムにした理由とか。そういう理由あるかもしれない。自動カルテを、最初ミニアルバムで7曲で、7曲ぐらいだ、6曲7曲で出そうとしたの。ミニアルバム、自動カルテ。
あのね、やっぱね、それを俺も知ってた、あの、その時から、知ってたから、その予算がね、違うみたいな。だから、さあ、そう、3曲足したら予算がいっぱい出てくるんだったら、それはなんか、別に俺も曲あるし、俺も曲あるしさ、いっぱいね。今までの曲でも。うん、って感じでフルアルバムしたもん。でもって、結果的に、ね、ミニアルバム、だと、ちょっとわかりません。ちょっとそこはまだ、ちょっと調べときますね。ちょっとわかりません。来年フルで出すか。あ、来年なんかさ、もうこういうさ、お金のさ、とこさ、な、人生とは金だにゃ。本当だよな。いや、ぶっちゃけ俺もさ、アルバムってさ、正直俺コンセプトアルバムみたいな感じでインタビューでも言ってるけどさ、正直ほとんどさ、俺さ、自分が作ってる曲をさ、ポポポポさ、ある曲を寄せ集めって言ったら ひどい言い方すると俺ってそんな感じなの。まあ一応コンセプトは決めてるよ、ちょっとは。ちょっとぐらいしか決めてないの、いつも。アルバム作るときって。大体けど、基本的には俺の寄せ集めだと思ってんだよ。そう。なんか、とりあえず、次の、だからさ、あれも作るにしてもさ、なんかさ、なんかね、そのお金のこととかさ、もう今年入ってんのに分からんの。良い返事が来たら、まあまあ確かに。あれはそんなに出すもんじゃないよ。出すもんじゃないよ。なんで？でも、あれも別に出したっていいじゃん。うん。まあなんかね、まあ確かに出すもんじゃないよっていうのもわかる。俺もだから言ってんのは、新生かまってちゃんをもう長い目で見てるから、俺は。うん、まあもともと長い目で見てるけど、そんな行き急ぐ必要はないか。今年はお休みしたらそう。行き急ぐ、だから出せるんだよ、フルアルバムでも。フルアルバム2枚ぐらい。あのね、2枚組出せるぞ。そうと思います。フルアルバムはね、30曲入りのアルバム出せるぞ。あ、出そうと思えばね。そんぐらい別にストック曲あんじゃん、俺って。過去の曲でも、だって実際そうじゃん。お前らも知ってる通り、俺ってさ、過去の曲でもさ、ストックいっぱいあんじゃん。うん。出そうとまあ出せるんだよ。ね。だからちょっとそこら辺はすごいね、アルバム出すときって、いろいろ考えてる。だからまあさっきのこと含めて今年は休んだ方がいいんじゃないかとか、もう含めてなんだけど、まあアルバム仮にけど出すとしてね、ミニアルバムにするかフルアルバムにするか、ね。でもミニアルバム出すにしてもさ、そのやっぱさ、3曲増やしちゃさ、フルアルバム出てさ、お金いっぱい出してくれるわけだよ。ワーナーが。プロモーションとしてね。やっぱけど出すからにはやっぱさ、アニメーション MV しかり何人しかりさ、なんかちゃんとプロモーションのさ、お金欲しいじゃん。な。そこはやっぱビジネスなんだよ。悲しい話。世の中金なの。ビジネスは金なの。ビジネスってお金なんだよ。な、夢がねえ話するけど。うん。夢がねえ話するけど、みんなも仕事やってる人だったらわかるし。金なんだよ。な、予算。予算次第、そう。三人体制になったらしっかりしたものを出してほしい。しっかりしたものを出してほしい。どういうこと？しっかりしたものしか出してねえだろ。な、今までよ。関係ねえだな、もんよ。大体。しっかりしたもの、しっかりしてないものとか言うけど、俺はぶっちゃけそんなこだわってないよ。ああ、その、アルバムっていうものに対して今までずっと。だってデモ曲が全てだもん。って思ってるから、やっぱ今でも。うん、デモが、俺の PV とかデモがもう全てだから、うん。アルバムは仕事だよ。やっぱ。まあそれでもね、うん、ちゃんと頑張ってます。頑張って作ってます。まあ難しい、リアルだよ。予算とか難しいね。かまっちゃう曲もっとカラオケしてほしい。ああ、お前らが歌いたいってことね。うん。ミュージシャンベスト欲しい。デモが最大の公式だもんね。言い切るのがいいな。で、俺だって昔、だってブレてないじゃん、俺ずっと。俺ってずっとブレてないよな。そこは。でも俺もずっとそうだもん。もうだってインターネットでさ、デモ曲上げたりとかさ、正規とかでも上げてっけども、だってやっぱほとんどあっちだもん。俺がやっぱ好きなのって。やっぱその、
アルバムで正式レコーディングした方のがデモを上回ってる時ってたまに、今でこそあるけど、それでもたまにしかねえよ。ああ、正直ね、もうビジネスだよほとんど。うん、そのアルバム出すとかさ。ああ、だから俺の、最終的に俺のデモに行き着いてくれたらいいぐらいのスタンスでやっていくからね、ずっと。あの、この仕事、新生川町の仕事って、うん、そこはやっぱずっと同じ考え方だよ俺。それこそ本当、なん、もう10年前とかから、そこは変わんない。もう仕事として割り切ってる。ああ。でもそれでも俺仕事って割り切ってるからといって、ちゃんと向き合ってやっていくからね。ああ、ちゃんとその、ちょっとぐらいコンセプト的なもの考えたりとかさ、タイトルとかさ、アートワークとか。うん。それは当然そうよ。みんなもお金払ってくれてるわけだしさ。ああ。そこは、たとえビジネス、まあそこもビジネスだけどね。当然。ああ、仕事だもんね。別棒に仕上がるのも楽しいよ。まあまあ、そういった意見もあるからね。そうそう。俺もけどそうよ。うん。デモはすげえよ。まあ、てか、あれはあれにしか出せねえや。うん。あれはあれにしか出せねえ。形にするためにね。あとお金稼ぎ。あとは金稼ぎ。うん。金稼ぎです。曲順にはこだわりある。あんまりないな、俺ら。いつもなんか適、なんか5分ぐらいで決めてる。曲順。うん、これスーパーオーガニズムか、なんかすげえなんかイカれた曲流れてると思った。曲、あ、そこは手を抜けない。デモが最高。なおさら予算が大事だね。そうだよ、うん、お金です、お金です。うん、金金金。デモをオープンにあげる環境が、そう、それそれはほんとマジで思う。マジで思う。俺これね、デモをオープンに上げれる環境とか YouTube とか何でもいいんだけど、それができなかったら俺もとっくにやめてる。俺とっくにやめてる。新生かまっちゃんのこの仕事ね。あのメジャーで、メジャーミュージシャンとか事務所、事務所に入るとかやめ、とっくにやめてる。だから事務所に入らず細々とやってたと思うわ。いや本当に今の時代にはだから報われてるわな。ああ、アルバム毎回お値段以上。バンドでやるとなんか変わっちゃう。あ、全然変わる。当たり前じゃん。めちゃめちゃ変わるよ。あ、精神やかいさんっす。一回、そんな早いんだ。頑張ってペンギンの島するか。ということで。うん、あれもやめろ。な、俺もやめろ。俺まだアンインストールしてねえんだよ。ペンギンの島。アンインストールもてかもうやってないから、俺あれ。うん。でも落としてずっと聞いてるよ。ありがとうございます。あれ、サウンドクラウドほんとさ、月、もう月々1700円払い続けてくから、そう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 。ね？うん。月々、払い続けてからよろしくよ。うん。確かに物見さ大切にしてください。どういうことだよ、ボケ。なあ。お前何言ってんだ、ボケ。なあ、こいつ。物見さを大切にしてください。どういうことだよ。なあ、めちゃめちゃ大切してんだ、これ。おい。叫んなよ。サンクラめっちゃ聞いてる。あれはペンギンと若いさん。ああ、ペンギンはもうアンインストールする。ね。ふざけんな、この野郎。なあ。めちゃめちゃ俺大切してんだろ、これ。おい。本当によ。かつくな。欲しいだろ、てめえ。サンクラーグ、ねえ。ふざけんな、これ。てめえ。めちゃめちゃ大切してんだろ、メンバー。ねえ、なに？めちゃめちゃメンバー思いだ、この野郎、てめえや。おい。なあ。ふざけんな、これ。なあ。いや、めっちゃしてんじゃん。なあ。無理ごった、てめえ。本当にや。ふざけんな。やめるわ。あ？今も知ってるけど、今後も変わらずいいってことだよ、きっと。知らねえよ。あのさ、おっこ、マジギレだよ。あの、配信者してる身と、てめえらコメント打ってる身は、違えんだよ、感じ方が。あのな、配信してる身と、お前らコメント、誤ったから許してあげて、全然許すけど、違えからな、感じ方。うん。俺も、リスナー視点で、あのね、さっきのコメントとか何でもいいんだけど、見たら、全然ね、たわいもねえよ。ね。ああ、別によくあるコメントだなと思ったりするよ。でも配信してる身は違えんだよ、感じ取り方。そういうのあるある。めっちゃある。だから俺もめっちゃブロックしたりするの。いや、ほんとそうよ。
うん、そんなに変なコメントじゃなかったよ。だから、ちげえんだって、いろいろあんだよ、俳優。俺って人間なんだよ。うん。いろいろあんだよ、メンタルの。メンタルの波があるんだよ、その時の。お前らもある通り。な。お前らはメンタルの波で、な、残さおったりするだろ？な、イライラしてる時、イライラしてコメントするんだろ？だから、お互いのリズムが波長が合わなかったら、ブロックされんだよ、俺に。でもね、それってあるよ。うん。俺絶対それあると思う。な、お互いの機嫌とか気分とか。俺もね、そういうのあるの。お互い、残さはかまっちゃう。ああ。人間だから仕方ない、そんなもん。津波だよ、そうや。人間だから仕方ねえ、そんなもんな。人間同士だからな。うん、そんな仕方ねえや。たくさん眠る。リズムはわかる。ね。みんな人だから、しかもさ、配信してるとさ、こんなん500人でもさ、600人でも1000人でもさ、1万人でもさ、やっぱさ、みんな見られてるって意識あるかんね、俺。まあ他の配信者もさ、と思うけど。やっぱ見てる側と、全然違うかんね、これって。配信してる側って。全然違うやっぱ。呼吸法。だから米はリスクあるよね。三つを、残り際あったら追加済みなくなんことあんの。あ、そうだ、一生見れません。一生見れません。気をつけてください。人間って会社なくて7割を込め、そう、一生見れなくなるから。それでもなるべく意図を組んでいく。視聴者、だから、ね、ツイッターとかでもね、俺一生見れないリップとかあると思うよ。うん。いやでもそう。リスクは一生やだ。一生かどうかしない。あ、けど配信は見れるんじゃん。配信は見れると思うよ。うん。相手がどう感じるかよく考えてコメしなきゃだよね。だってさ、俺のスタイルなんてさ、コメントと向き合ってるスタイルなんだからさ、他の配信者みてえにさ、コメントとさ、向き合ってないスタイルだったらさ、ねえ、モノくんとか他の配信者、コメントとか俺だって超向き合ってるじゃん、俺ってコメントと。当たり前だろ、女。ね、俺昔から思うんだけど、俺ってやっぱ一番コメントと向き合ってると思うんだよね。だってこんなストレートでドーンってくん、ねえ、やって向き合って俺さ、やってっからさ、こんな配信者やっぱいねえじゃん。ね。よっさ、コメはただの文字って言った。だから、モノくんと同じだろ。じゃあ、他の配信者なんて、コメント読まねえし。俺だって別にコメント見な、たまに見るぐらいだったら、多分そんなにね、ないよ。うん。他の配信者とかと同じように。ね、コメントと向き合わなければ。もっとで全然楽だと思う。そこら辺は。うん。いや、でもほんとそうだよな。うん。気をつけます。あ、気をつけた方がいい。俺、速攻ブロック入れるから。気をつけた方がいいと思う。むしろもっとスルーすれば良いのにとも思うことも。いつも読んでくれたら、ね、僕だけですよ、こんなに読むの。ね、こんな向き合っての、真正面からよ。な。むしろ米読まないで配信できるのすごい。あ、他の配信者、ニコ生の時からだよね。いや、でも他の配信者そうだよね。コメント前でさ、一人で、一人ごとポーポー言ってんのあれすごいよね。俺、そんな逆にネタねえもん。ああ。ピキラしちゃうとめっちゃ焦る。でも俺も毎回そんな、ポーポー入れないから。ああ、大体だってさ、俺さ、今、コメント、ブロックとかしてる、今までさ、30件ぐらい、40件ぐらい、ブロックしてきたけど、もっとしてっかな。今俺、だって、最近米ビュー入れたから、多分全員ブロックされてない、これ。俺今、米ビューで見てっからね、コメント。最近米ビュー入れたって言ったじゃん。だから、今ね、ブロックしてません、まだ。今んところ多分、一人もしてないじゃん。うん。今んところ。ありがとう。まあ、パソコンだけ。うん。米ビュー使う。そう、米ビュー入れてる、今。だから、今米ビューの方がやっぱ見やすいんだよ。うん。去年も一回解放したしね。ああ、去年ね。去年だっけ。うん。解放したんじゃない？違う。米ビュー入れたから。米ビューの方は、ブロックとか関係ないから。うん、米ビューならほぼ見れんのね。そういうこと。米ビューならやっぱ見やすいなって。でも、まあ。いつも俺が、あれは、そこまで煽るようなやつも、そう、いない。そんないないや。俺が勝手に切れてんね。煽るやつはいないよ、そんな。たまにアホみたいなやつるだけで。おやすみなさい。
おやすみなさい。そうなんだ。コメ入れてよかったね。うん、コメントはやっぱね、ちょっと見、だって今だってスマホで見たんだよ、俺。ずーっとこれスマホで見たからね。そうそうそう。うん。パソコンで配信するとき。あ、メンタルシェア、ハトって何？わからん。小指は目線はこっち、そうそう。よく見えたね。うん。まあいいや。うん。いや、配信環境整ってる。うん、配信環境整え。小指アイコン出ない。アイコン出さないように してる、今のところ。小指の方は。俺、小指の方はアイコン出してないよ。うん。名前は出てるけど。名前とコメントしか表示されてない。コメビューだと文字、うん、こっちの方が文字大きい。うん、これ、俺、そう、コメビューだとアイコンとかですかね。こんなんできんだ。見やすい。うん。目にも良いのかな。よくねえ。変わんねえ。ウィンナーまだ。サムネわかんなくなるね。あー、確かに。サムネね。入れてない、今入れてないけどさ、お子さんリスナーどれくらい覚えてる？ほとんど覚えてるよ。コメントしてる人。だからさ、俺アイコン、あったらあったでさ、いいのがさ、俺は、この人のアイコンコメント読んでないなって時あったら読むからね。うん。あの、優先して。うん。この人のアイコン今日はコメント読んでないなってことあったら、あるよ。いや、俺優しいから。神だから。神だから。そこまで考えてんの。うん。だっていつも来てくれって人もありがたいんだけど、まあまあ、それ何回も読んだなって時とか、後半戦とかさ、配信の後半戦とか、いや、そうとか当たり前じゃん。いろいろ考えてくれてるんだって当たり前じゃん。小学校の先生みたい。でも今は、あの、パソコンだから、逆に今はね、パソコンでさ、これ今、コメビューでさ、アイコン表示されてないから、逆にそういうのが、そう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 。ない。そういうのが、なくなった。ない。ない。今はそういうのないよ。だからこの、パソコンで配信するときな。それはすごい。頭のか、優しいのこさん。頭の回転がすげえとかよくわかんないけど、まあ優しさは、今、優しさってか気遣いができる男だよ、僕は。気遣いができる男だよ。アイコンの方が覚えやすいってないか。あ、アイコン？ああ、アイコンとか全然覚えられるっしょ。うん。アイコンなんか覚えられるな、こんなんさ。だいたいコメント打ってるやつ同じじゃん。ツイキャスとかさ。まあみんながみんな毎回毎回同じってわけじゃないけどさ。ね。うん。全然それありがたいんだけど。うん。俺それがうざいとか思わないよ。うん。毎回こいつがコメント打ってんのうぜえのみたいな。今日たまには引けよとかさ、思ったりしてないからね。うん。それも全然本当に思ってなくて。むしろありがとうございます。うん。ありがとうございます、マジで。はい。いや、コメントがあるからして、やっぱ僕もね、あの、こうやって話せるわけで、コメントなかったらやっぱ話せんやん。話す話題やっぱ、どんどんなくなってきちゃうもん。うん。記憶力すごい、まあわかんない。いや、みんなも多分やったらわかるよ。あの、わかんない。リスナー側だからかもしんないけど、こんだけやっぱ配信者側になれば、絶対わかるよ。うん。あったら別にツイキャスだけじゃないし、ツイッターだってそうだよ。うん。ツイッターとかもそうよ。うん。そうなんだ。素敵です。ありがとうございます。いつもあれ、コメントしたくなるかどうか。いや、こちらこそありがとうございます。気をつけなきゃってね。匿名機能は欲しいかも。やだよ。お前ら匿名機能になると、うぜえから。うん。匿名機能になると、まあ、コメントできる人多くなると思うんだけど。まあ、匿名もやっぱ、要するにニコ生と同じだから。そう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 。ニコ生と同じになるから。うん、あの、気分で。そう、あれそうっていうか、あの、荒れないと思うけど、聞くコメントが増える。俺が聞いちゃうコメントが増えるから。ニコ生うざいのかい。うん。あの、俺がだから、それもさっき言ったように、メンタルが、ね。俺もだって大丈夫な時しかニコ生やってねえもん。今日は俺は無敵だ。何言われても大丈夫だって時しかニコ生やってねえもん。そんな時あんまねえよ。匿名オンオフできたらいいのにな。まあツイキャスもけどそういう機能あってもいいよね。匿名機能ね。
言いたい放題したい。たまにフリーコやってほしいななんて。お前やれよ。うん。お前らさ、俺に言ってくっけどさ、自分でやってみなよ。絶対できねえから。うん。自分でやってみろよ。絶対続けらんねえから、生主。匿名で言われ放題して。絶対できないから、お前ら。いや、俺と同じようになるよ。俺と同じようにツイキャスに逃げるよ。いやいや、配信者すごいと思う。いや、配信者すごいって言うよ。配信者すごくねえよ。みんなツイキャスに逃げてんじゃん。まあ、それはできない。メンタルぼっこになっても。絶対無理だと。配信なんて、まあ、たか配信自体できないって人いるよね。顔出してね。別に、ニコ生とかそんなうんぬんなしに。顔出して配信して喋る。喋るみたいなさ。BGM、ああ、スーパーオーガニズム。PTS 一コメでやむ。スルースキルが、ないな、スルースキルない人も絶対いっぱいいるっしょ。いや、俺もそうだし。スルースキルなんかみんなねえよ。ああ、ないないない。ツイッターとかだってさ、そうじゃん。みんなだったらね。みんなだったらツイッターとかやってる人多いっしょ。あんなのさ、別にさ、うぜ、知人からさ、ね。うん、あんた今日ケバくないとかさ、リプ来たらさ、ブロックするだろ。ネタがわからん。絶対に囲いだけにします。ニコ生はきついな。声だけならいいって人いる。声だけ？あのさ、顔出せや。声だけならな。お前、そんな、あなたよく、今日はよく眠れてますかとか、あの広告のさ、おばちゃんと一緒じゃねえかよ、お前。歌配信とかいいよね。ああ。想定しないと無理。ああ、わかる。ニコ生よりキャスの方が人が、うん。ケバ、ラジオ配信みたいなやつか、そう。スプーンの広告や某アプリの。うん。でも俺あれ、新生かまってちゃんのファンで、前も言ったけど、新生かまってちゃんのファンの人でツイキャスやってるの俺、過去に10回ぐらい見たことあるよ。あ、その同じ人じゃなくてね。なんか、検索で、SKC って検索すると、なんか出てきたことあって、ファンが、SKC とか新生かまってちゃんだ。SKC とか新生かまってちゃんって検索すると、リスナー数、なんか3人とか、2人とかの、なんかね、そういうの。俺だから10回ぐらい前見たことがあるよ。ファンが。うん。そう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 。んで、そう、俺も、あ、残さ、あ、俺話したことあるっけ？なんか、ディスられたんだよね、俺しか。なんだっけ、俺ディス、確かね、最近見ない、最近。俺最近マジで他の配信見てないから。ロムってて、当たり前でコメントしないよ。ずーっとロムってた。なんかディスられたんだよな、その時、なんか。ある、なんか俺のね、ファンの、新生かまちゃんファンの配信見て、何をディスられたんだっけ？なんか曲をディスられたんだっけ？なんか俺、前、配信で話したよね。うん。のこさん落ち着いて変わったよね、みたいな。いや、そんなんじゃないと思う。それはそれでも、ロムってたのか。うん。なんか曲かなんかね、わかんないけど、なんかディスられてるわけです。閲覧何人くらいあったの？俺合わせて、4人とか。4人とか5人とか。その中のうちの一人がのこさんなわけよ。でも最近は見てない。だからそれもやってたの、本当に2、3年前とか。うん、結構前よ。3年前とか4年前とか。いや、なんか、ファンの、ツイキャス配信見てたな。まさかその中に本人がいると思ってないだろうね。そりゃそうっしょ。でも俺10人ぐらい見、今まで10人ぐらいかな、見たことある。ツイキャス。うん。自分のファンが。もうね、微笑ましいわ。微笑ましいですよ。コメントされたら死ぬ。すがゆえのディスかしら。まさか見る、そう思ってない。いや、でも微笑ましいですよ。やっぱ新生かまちゃんの話とかさ、してくれたりとか嬉しいっすよ。そしてロマンあるね。まさか。俺結構弱小配信者見るよ。そのファンとかじゃなくて、うん。昔とツイキャスの、弱小配信者。もうリスナー数1人とか2人でも。そういう配信見るのがマジで面白いから。うん。むしろ、その時はコメントしてた。そういう時はコメントしてた。1人とか2人のとこに潜り込んで、
ね、敬語でおはようございますとか、あ、おはようございますとか、なんか何やってんすかみたいな。うん。俺って気づかれたことほとんどないからね。やってる人に来てる人分からないの。分かんない分かんない。見てるぞってコメしてみてよ。いや、俺最近いるか分かんない、その。最近もいるんじゃん。うん。うちのファンでもね、ツイキャスとかさ、ニコ生でもいいけど、そういうの配信やってる人って。でも、だからうちのファンでもいるよね。まあ、昔から。ドッキリだよ、すごい。当たり障りなくていい。気づかれたこともあるけど、気づかれたこともあるけど、こんなアカウント、そう、気づかれたこともあるけど、そう、あんまり気づかれない。ニコ生って著名人もこっそりコメしやすい。俺はそう。俺結構あれ、やっぱ今まで好きだったの裏垢ですか？裏垢じゃないよ。このアカウントで。このアカウントで。俺今までだから好きだったのはやっぱ学校？JK とか。JK とかさ、あいつらバカだからさ、学校から配信するんじゃん。JK とか、なんか学生の、そう。ああいうの、自分がもう完全に知らない世界だから、普通に見てて面白かったな。だって、俺見たことあるの、学校の教室とか、あと、職員室で配信してるやつもいた。なんか、職員室。うん。職員室で先生と話しての配信してて。それ見たことある。学校からそう。うん。でも、あれはちょっと自分とは違う世界だったから、すごい見てて面白かったな。あとは、ドキュンって決めつけたら悪いか。トラックのうんちゃんとか、トラックのうんちゃんとかの車載配信。トラックのうんちゃんの車載配信って結構あるんだよ。配信者で。トラックのうんちゃんの車載配信とかなんかずーっとね、運転してて、ブーンって。そう。あれもね、いや、車載配信俺別に好きだからさ、車載配信って俺も。リスナー側で。シバギンじゃねえ。だから最近見てないけど、そう、でも久々に、なんか車載配信ってやっぱ面白いよね。リスナー側で見て。学校帰りにコンビニ行くのもダメだったら。うん。友達がやってた。そう、トラックのうんちゃんがね、よくやってるの。ツイキャスだったらね。トラックのうんちゃんとか、仕事中かなんか知んないけど。そういうのにコメントしたりとかも あるし、なんかお疲れ様ですとか。やっぱリスナー数少ないから絶対返してくれるんだよ。うん。何してるんですかとか。車載のまったり感よ。ねえ、いいよね。旅行してる気分になるの。ドライブしてる。やっぱ、そういう時やっぱこっちはさ、リスナー側はさ、こうやって寝てるから、俺もそうなんだけどさ、寝てる時にベッドとかさ、ソファーとかこうやって寝、こっち真っ暗してさ、パシャマで寝てさ、やっぱそんな時に車載配信見るのって、ね、すごいいいよね。うん。旅行してる気分だ。ドライブしてる。うん。だからまあ俺の車載配信も、ね。みんな好きだったっしょ？そういうの。車載配信が受けるのは俺もわかる。ああ。いやだからね。いや、ちょっとね。いや、俺またね。やれたらやりたいね、車載配信。ああ。マジで。長時間も付き合うわけねえじゃん。なん、見ても30分とかだよ。20分とか。人の中にいて、外配信めっちゃ楽しいね。それはわかるね。それは車載配信で、外配信とかね、ベッドの中で見るね、外配信とか。それは楽しいだろうや。ね、しかもこういうね、深夜帯とかさ。トラックのうんちはさ、遠征の時も車載配信なくなるのかな。今千葉銀がやってるからわかんない。車載配信わかんない、知らん。ね、モノくんがやるかわかんないけど、あいつやんないかんね。うん。てかさ、違う、俺さ、それよりもさ、ホテル配信で。それよりも、ホテル配信なんですよ、僕、車載配信よりも。ホテル配信がどうなんのかなって。まあ、俺は俺で別にやるけど、今まで通りね。俺は俺でやるんだけど、モノくんとかさ、ミサコとかさ、あいつらさ、多分やらねえんじゃねえかな。あんまわかんない。モノくん一人でもやんのかな。エンジンの音最高。車内とこの風景見ろ。俺の車載配信見たい。次はノコが運転すんの。運転できるときはやります。はい、僕もね。スーパーヒーローとして。最後のね、頼みの綱としてさ、みんな運転できなくなったら、俺が運転するよ。うん、運転する人いなかったらね。モノクはホテルでゲームしてそう。お前、ざけんなよ。ツアー中にゲーム持ち込んでんじゃねえよ。いや、さすがにそれは、ないよ。うん。
それは、それはちょっと、何してんのお前って、なるわ。なあ。ホテルでもてかツアー中にゲームをさ、ゲーム機をさ、スーパーファミコンとか持ち歩いたらさ、おいって。サポメンの人がだからやったりとかは、だからそれはまあ、ないんじゃん。とりあえず、最初は。最初は絶対ない。あんまサポメンには期待しないで、今のところ。サポメンの人は、ちょっとね、様子を見つつ。はい。今はほんと何も期待しないでくれ。メラコリでは持ち込んでた。あ、そうなんだ、あいつ。ホテル系の配信やったの。マジかよ、あいつ。あいつマジかよ、信じらんねえな。運転頑張って。ご無理なさん。アンダーテイル。前、千葉銀と、ホテルで。へえ、知らん、俺それ知んないよ。ゲーム中毒だ。ゲームは持ってくでしょ、持ってかねえだろ。ゲーム機とか持ってた。こないだ持ち込んでなかった、知らん。俺死んだ。おやすみなさい。へえ、やって、あ、やったんだ。別にホテル何してもいいじゃん。え？いや、だツアー中だよ。俺らライブしに来てんだよ。なあ、ほんとによ。なにゲームなんかやってる。ゲーム、それよりも、なあ。てか、雑談配信しろよ。ホテルぐらい。普段ゲーム配信でコメント読んでねえんだからよ。やってたんだ。まあいいや、別に。おやすみなさい。別にいいや。ホテル配信ぐらいさ、雑談しろよ。そこは。なんでそこでもゲーム配信に逃げてんだ、あいつ。ちょっとわからん。まあ、本当にゲームが大好きなのかな。あいつは無理、ね、なんか頑張ってやってるって俺にはオフでは言ってたけど。やりたくねえけど、頑張ってやってるって。仕事だからって。あいつは言ってたけどね。ねえ。でもゲームも好きなんだね。スパチャのためかな。うん。まあ。じゃあとりあえず、バラしちゃったってないわ。昔から俺言ってんじゃん、配信で。うん。でもいい、うん、まあいいや。ああ、まあとりあえずどうでもいいや。お会いしよう。もう4時だ。ありがとうございます。お会いしますわ。とりあえずスーパーピエンツアーちょっとね、チケット取れると思うんで皆さん。来れないって人いっぱいいると思うから。てかさ、売り切れんのかよ。平日でさ、大丈夫かよ。平日で売り切れんのかよ、これな。マジで。ちょっと心配なんだけど。まあ別にいいんだけどね。お客さんが一人いりゃ。それでも十分だよ。うん。だって別にさ、集客がどうこうって言うけどさ、集客が一人だろうが、ね、1億人だろうが、俺らメンバーは、チケット代を、の収益って入らない、お金入らないから。うん。だから別にいいよ。そこは事務所が痛手を食うだけだから。お客さんが来ないとか。そう、事務所が痛手を食うだけだから。そうだよ、俺ら、何人、ライブに何人呼んでも、変わらないよ。物販しかもらってないからね。うん。物販しか、そうそうそう。微妙だけど、いけたら。はい、まあ、配信できるときもするんで。集客少ないとツアーにも響く。ああ、俺らが泊まってるホテルが、ね。マジで、ラブホテルすら泊まれなくなる。ほんと、公園になっちゃうかもしれない。確かにな。あ、確かに集客が一人とかになったら、運営費がなくなるから、運営費用がなくなるから、そう。グッズも。いや、アパホテルなんか泊めるわけねえな。いや、真面目に車泊になるよ、それ。車中泊。ガチで車中泊とかなっちゃうわね。うん。あとは、カプセルホテル行けんじゃないかな。俺、カプセルホテルでもいいんだよね。カプセルホテル一回だけ泊まったことあるんだけど、カプセルホテルでも全然俺は良かったけどね。うん。アパホテルなど夢のよ、そうだよ。ダンボール。グッズ楽しみ。はい、グッズもね。あ、てか俺グッズさ、あとさ、これさ、こんな感じでってさ、もう言ったんだけど、ちょっとやっぱ、ちょっとそこはね、やっぱね、いろいろこちらでも、いろいろ考えさせてくださいってやっぱ言われた。だからちょっとね、このね、ピエンちゃんが、ね、どんなサイ、T シャツちょっとどういうサイズになるかちょっとわからん。うん。カプセル外人が多い。あ、外国人の方？あー、オッケー、わからん。
まあまあけど、うん、採用はされる。もう採用は決定だけど、あのサイズね。うん、ちょっとそこはちょっともう事務所が作るんで。はい。まあまあ、お任せ。よろしくお願いします。ちょっと明日じゃあ僕、渋谷行ってきますわ。チーナのライブ行ってくるんで。よろしくお願いします。明日チーナのライブ行って、あと楽器店だ。楽器店にも行って、機材買って、ヘッドホンとかいろいろ買いたいんで、ヘッドホンとか。まあ、とりあえずいろいろ、俺も楽器店とかいろいろ行って、あとまあ服も買えたら買いたいし、ね、パルコとかもまた行きてえな。うん、やっぱ渋谷のあそこのパルコの、ね、パルコの服屋さん。あそこめっちゃ高い服いっぱい売ってるから、やっぱ金使う機会なんて俺そんなないからさ。だから今回楽器店と、もしもパルコ行けたら、パルコでもまたもういい服があれば買いてえな。たっけえ服。楽しい。お買い物、うん、お買い物、そう、買い物の日です。新宿の写真店には行かないの。ちなみにさ、新宿の写真展ってさ、何時までやってる？何時から何時までやってる？新宿の写真展って。俺の新宿の写真展。あ、何時から何時までやってんの？朝の4時まで。あ、そうなんだ。あ、そっか。あ、むしろ7時から、朝、ってか朝4時までやってんだ。いや、ちょっとわかんない。わかんない。行こっかな。わかんないけど、やめて。ちょ、俺がなんか、行こっかなって言ってるけど、ちょっと、全然、俺が行くから、ね、俺が行こっかなって言って、あの、お子さん来るんだったら行こっかなみたいなやつ来るか、いるかもしんないから、ちょっとやめて。いや、俺もちょっとね、ライブ見、だってそれライブ見た、チーナのライブ見た後じゃん。夜7時から朝4時までだったら。ちょ、モノくんとかも疲れてるかもしんないし、買い物疲れとかいろいろあるかもしんないし、ちょっとね、うん。明日混みそうっていうか、明日しかも土曜日だしな。お茶爆、あ、お茶爆じゃん。もまあ、もら、もあ、お茶爆、あ、お茶爆、あ、お茶爆いつも投げれんだ。あ、これで終わりにします。はい。お茶爆タイムで。あの場で鉢合わせたらすごい距離か。あ、そうだ、ちょっとやっぱ狭いんだ。カウンター5人くらいしか。え、あ、そうなの？打ち上げって何？しゃ。打ち上げってこと？いろいろ行くと疲れちゃうよ。そう。芝さんとまたやらないの。やるときやるんじゃん。芝、そのバイオリンのヘルプとしてね。寝れない。おやすみなさい。そんなさ、残さ狭いんだ。終わるんじゃん。終わりするよ。うん。お茶幕もらってお会いしますよ。あ、普通のバーの中で開催されてるんでしたっけ？いや、そう、知らん。俺、でもなんかそんな感じじゃない？今これコメント読むと。そっか、朝4時までか。まあまあ、ちょっと視野にも入れときますわ。うん。なるほどね。別に俺もだって、ね、行ける機会があるとしたら別に本当に明日しかないかもしれないしな。ただちょっと、新宿って、俺と、モノくんと俺って、都内とかさ、全然さ、慣れてないからさ、運転がね。新宿とか怖えんだよ。そういった理由もあってね、別に行こうってなっても、ちょっとね、ちょっと物理的にちょっと怖い。ってのは リアルにあったんですよ。うん。平日狙い目。4月のやつに行きたい。お茶爆アイザース。おやすみなさい。お酒飲みながら。いや、酒は、車移動か。そう、明日車で行くよ。電車じゃない。車で行くよ、あれ。明日。駐車場が、そう、駐車場もな、駐車場もどこにあるかわかんねえしさ。まあいいや。なるほどね。とりあえず朝4時までやってんだね。朝4時までやってんだね。物理的に。都内車移動、そう、怖い。怖い。マジで怖い。ね。あそこもうタクシーとかマジクソわかんな。タクシー超クソだよね。わけわかんねえとこでさ、割り込んでくっかんね。俺も都内運転し、メンバー車で、さ、去年とかさ、今年も都内、何気にたまに運転してんだけど、メンバー車。すげえとこで割り込んでくってすっかんね、あれ、タクシーとかさ、死ねえ、この野郎って言っちゃったもん。こいつマジか、死ねばかって。うん。タクシー運転手に聞こえないように。まあ、聞こえるわけねえんだけど。うん。いや、さすがに、品川ナンバーとか、え？それは千葉銀が言ってることでしょ。品川ナンバーの人は、マジでクソって。あれ、ひどいよな。千葉銀の品川ナンバー差別は、
本当にひどかった。のこさん運転したら性格変わる。いや千葉銀はひどかったよ。あいつだってさ、いや本当あれマジでレイシストだよ。なんか恨みでもあったのかな。だってあいつが言うには品川な、いつもなんかクソな運転するやつは品川ナンバーだから、お前らの中にも一人ぐらいいいんじゃない品川ナンバー千葉銀曰く品川ナンバーは、うん、そう、でも配信でも言ってたっけ、品川ナンバー全員クソって、全員死ね、地獄に落ちろって言ってそこまでってどんなにこいつ恨みあんだよって。うん、いやわかんない、なんか裏、やっぱなんかさ、なんか親でも殺されたんじゃないかな、うん、そんな勢いだったかんね。うん、品川ナンバーに、そう、絶対なんか、なんかあったのは事実だけどね、なんかわかんない。うん、親のあの連帯、まあいいや。とりあえず明日ちょっと車の運転だから、都内渋谷とか行くわけだし、渋谷だって怖いし、ちょっと気をつ、あ、もうモノくん、基本的にモノくん運転で行くけど、俺もでもね、本当にね、もう行きはモノくん、帰りは俺、まあ行きは俺みたいな、モノくんと二人で運転するって結構そんなことしてんの。俺もメンバー車いつ乗るか分かんないからさ、ツアー中俺も運転するとき運転すると思うよ、いつか。うん、だから一応慣れとかないとみたいなさ、うん、気をつけて、はい。当たり前だよ、酒なんか飲む。のこさんも、うん、運転してるよ。うん、だ普通にけど運転できてる。メンバー車。あの、でっかいやつ。でっかい車で、都内。それで俺、千葉に生まれ帰ったりしたもん。うん、まあ、慣れだよね。うん、気をつけて。運転してんの見たい。なんで車なんだ、大体。いやー、俺は車のが好きだから。うん。俺は車のが、なんか電車より車のが好きだから。やっぱなんかこうやってモノ組んでもメンバー、ね、なんかメンバーでもなんかやっぱ喋れんじゃん。うん、なんかいろいろ喋れんじゃん。モノ組、ね、あの、お前最近どうなんだよとか。お前最近どうなんだよとかさ、いろいろなんかそういったさ、いろんな話できんじゃん。そういうのがとか楽しいし。コロナ気をつけて。はい。みんなもインフルとかいろいろ気をつけて。まあほんとツアー中とかも気をつ、ちょっとお互い気をつけましょう。はい。コロナウイルスとかね。もう絶対、あの3月、4月なんてもっと下手したら流行ってると思うから。うん。マスクしてて。いや、あのツアー中、3月、4月、3月なんて。なぁ。もっとなんか流行ってそう。てか本当大丈夫なんかね。結構感染率が高いからさ、感染率がすげえ感染するの、コロナウイルスって。のこさんこんばんは、もう終わりにします。4月はピークわからんけど、結構あれ感染するらしいじゃん。あれワクチンって、俺あんまニュース追ってないんだけど、ワクチンってできたの？ワクチンができたんだったらまだ収束する可能性あると思うけど、ピーク来そうの大事に、怖いですね。できてないと思う。うん、だったら夏ぐらいにできるんでしょ、ワクチンって。そう、夏、やっぱ夏っしょ。熱出る前に2週間、あ、そうなんだ。病院からも配信しますか、当たり前だろ。まあできてない、まあで。3月コロナウイルスって何、何だよ、何も分かってねえじゃん。3月も分かってないし、コロナウイルスも分かってないし、できてない。体勢ついてきたみたいな、あー、ついてきたみたいなニュース、どういうこと。体勢ついてきたみたいなニュース聞いた、どういうこと。よく分からん。体勢ついてきたみたいなニュース、なんだそれ、意味がわからん。体勢がついてきた、人間がコロナウイルスに対して。エボラの薬が効くとか、あ、なんかいろいろけど進展はしてるんだ。とりあえずいいや、とりあえず俺、あのね、自分と自分のね、ファンとかね、みんなにあのかかんなければいいわ、まずは。ほんとツアー中とかさ、ほんとそういうのが無事にライブできたらいいわ。ほんとそれが全てだわ。うん、ちょっとまた、じゃあ配信するわ。ちょっとバイバイ。お会いする。ああ、エイズの癖が消えたとか聞かないとか。へえ。全然終えてない。俺なんかあの、クルーズ船が今やばいってのが知ってる。横浜のクルーズ船が。ねえ、あれ、あの、船内でワニワニパニックになってるみたいな。それだけなんか、知ってるわ。お疲れ様です。おやすみなさい。僕は朝の、多分、ね、8時。とか寝ます。
でも最近やっぱさ、さっきも言ったけどさ、あの100人、あ、そうなんだ。なんか寒いからさ、ね、昨日か一昨日あったらめっちゃ寒いじゃん。寒いと眠くなるんだよね。だからなんだかんだ早く眠れるかな。おやすみなさい。寒いとすげえ、やっぱ、俺すげえ眠くなるんだよね。うん。だからなんだかんだ眠れる。ね、今日とかも絶対寒いっしょ。あ、今は寒くねえけど。最近寒いね。雪降らねえしさ、クソだよね。まあ、いいさよなら。ぬくぬくしてください。あったくして。トーミー、お疲れ様。寝たら30分。はい。早め。あ、お茶爆ライザーっす。はい。美佐子さんも寒いツイートしたね。いや、別にそこはさ、ね。美佐子さん確かに長文のさ、あ、そういう意味じゃねえか。そっちじゃねえか。寒いツイートってそっちの寒いじゃねえか。なるほどね。あ、寒いって。ええ、おやすみなさい。美佐子さんも最近長文のね、長文の、確かに、人によっては寒いツイートしたけど、ね、いきなりな。そっちも寒いけどな。まあなんか、人によってはちょっとね、寒いようなツイートしたけど、まあ美佐子さんの良さだからあれ。のこさん見てるんだ。たまにね。いや、たまたま最近、じゃあ、俺人のメンバーのツイッターなんか全然見ねえよ。たまたま見たら、なんかすげえ長文の連投してて、うわって、うわ、こいつ何しって。うん。まあいいや。おやすみなさい。じゃあね、また配信します。まあそれがね、バイバイ。じゃあ、おやすみ。はい。じゃあね。